イーグルレーシング TA-05RWD リアモーター化その後、前回の作業の続きです。ステアリングリンケージを元に戻します。リアユニバーサルシャフトをドライブカップに入れてアッパーアームを元に戻します。サスアームの動作がスムーズか確認します。サスアームの動きが非常に渋いです。これではまともにサスペンションが機能しません。ボールエンドとロッドエンドを横の性の新品に交換します。ターンバックルはついていたものを流用します。純正のボールエンドを外します。ヨコモのロッドエンドを4つ切り出します。新品のロッドエンドボールを取り付けます。ホイールがボールエンドに干渉しないか確認しておきます。ターンバックルに新しいロッドエンドを組み付けてアッパーアームをシャーシに取り付けます。ターンバックルの長さを調整します。リアキャンバーは0度にします。ロッドエンドとホイールが干渉しないかもう一度確認しておきます。アッパーアームの長さは左右で同じに合わせておきます。モーターマウントをシャーシへ取り付けます。4箇所をネジ止めします。メインシャフトとセンタープーリーにベルトを通してモーターマウントに取り付けます。センタープーリーを固定します。メインシャフトにシムを通してからスパーギアホルダーを取り付けます。メインシャフトが左右にブレないか確認します。ブレる場合はシム調整します。スパーギアホルダーにスパーギアとスパーギアカバーを取り付けます。今回は以上です。次回に続きます。